皆さん、こんばんは。今日も元気いっぱい始まりました。ウキウキハッピーなちゃんみお TV でございます。ちょっとだけ遅れてしまいました。申し訳ありませんでした。それでは早速参りましょう。今日は5月の20日月曜日の第240回目のちゃんみお TV です。メイン司会のちゃんみおです。うしくしキラキラプロジェクトを推進中の奥のガマガールの長女ですよ。平日の毎日8時から9時のこの時間に市民発メディアちゃんみお TV をどうぞよろしくお願いいたします。そして私ちゃんみおは11月の第3日曜日に内閣府が定めております家族の日というのを勝手に応援しております。これユーストリーム今ちゃんと映ってますか？なんか画面がなくなっちゃった。こっちの画面で何かがおかしい。映ってますか？育ててくれた地元というのは家族のようにあった。ないな、ユーストリームの画面がないぞ。えい、本当に映ってますか？映ってない気がする。映ってますか？いや、映ってないと思う。なんか指3本出してる。グーしてる。あった。すごい下の方にあった。大変失礼しました。全然画面がないからどうしたかと思っちゃう。申し訳ありませんでした。11月、私ちゃんみおは11月の第3日曜日に内閣府が定めております家族の日というのを勝手に応援しております。育ててくれた地元というのは家族のように。あったかい存在ですよね。はい、ということで地域と家族の絆について深く考えていきましょうという、そんなほっこりあったかい家族の日、皆さんもぜひ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 チェックしてみてくださいね。今年は11月の17日がその家族の日ですからね。はい、私ちゃんみおも何かウキウキハッピーなイベントができたらいいなと、はい、だいぶ考えておりますのでね、何か一緒にやってくださる方大募集しておりますので、もしもね一緒にやってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひちゃんみお TV までですねメッセージご連絡よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、私はこうみんなで、まあ、11月の17日はこう暖かい冬の始まりの日になったらいいなということで、まあ、ご当地鍋なんていうのをですねみんなで食べたりするような地元のお野菜をふんだんに使ったご当地鍋を作りたいなと思っておりまして、ワイン鍋なんていうのができたらいいんじゃないかなと思っております。何かね名案がある方はぜひぜひそちらもチャンネル TV まで送ってください。よろしくお願いいたします。はい、そんなこんなでですね始まりましたチャンミオ TV でございますけれども、本日お送りしているスタジオご紹介いたします。本日はライブスペースルッツさんからお送りする月曜日のチャンミオ TV でございます。はーい、糸ちゃんの作るラーメンは天下一品ですよ。はい、ライブスペースなのにね、ラーメンが食べれるというそんな不思議なライブスペースルッツさん、糸ちゃんの作るラーメン、とろけるチャーシュー一度食べたらやみつきになること間違いなしです。美味しいです。でも幻のラーメンです。みんな来てね、食べれるかなという感じでですね、まあぜひぜひね糸ちゃんラーメン食べに来てくださいね。よろしくお願いいたします。はい、そんなこんなでですね、今糸ちゃんラーメンから放送しているチャンミュー TV ですけれども、現在スポンサーとしてチャンミュー TV をね支援してくださる企業の方大募集中でございます。はい、よろしくお願いします。ちなみにですねチャンミュー TV は2年目に突入して、はい、チャンミュー TV を支援していただけるスポンサーの企業さんがですね、はい、できました。イエーイイエーイ、まずですね後ろ見ていただくと、はい、こちらでございますね。美しい
神谷にございます。レンコン屋旬 の台所レンコン屋さん、そしてこっち側、はい、龍ヶ崎松ヶ丘にございます。シャンシャンタツさん、旬の台所シャンシャンタツさんがですね、スポンサーになってくださいました。皆さん美味しいお料理屋さんなのでね、ぜひ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 行ってみてくださいね。あ、よろしくお願いいたします。そしてそしてそして、チャンミュー TV ね、もしもスポンサーになってもいいよという企業の方いらっしゃいましたら、メールアドレスはチャンミオアットマークチャンミオ .tv、 チャンミオの綴りは CHANMIYO アットマークに CHANMIYO.tv ですからね。皆さんぜひぜひメッセージよろしくお願いいたします。そしてまだまだチャンミュー TV 募集しているものございます。チャンミュー TV ではですね、皆様からのウキウキハッピーなコメントもお待ちしております。ユーストリームのですね、ソーシャルストリームというのがございます。今日はまだ開いていなかったユーストリームのソーシャルストリームというのがございます。そちらのね、ユーストリーム開いていただくと、右側の方にソーシャルストリームっていうのがあって、それを開くとですね、ユーストリームか Facebook か Twitter か Mixi でログインができるようになっています。ログインをしてコメントを入力すると、それでさらに送るというボタンを押すとですね、皆様からのコメント、ウキウキハッピーなコメントがこちらのね、チャンミオ TV にリアルタイムで届きます。今日はライブスペースルツさんがねスタジオなので、皆さんのコメントがリアルタイムでこうね、ライブスペースルツさんに飛んでいきます。そしてね、まあコメントをね、お互い双方向でコメントを楽しむことができるというのがね、このね、ユーストリームチャンミオ TV の一番ね楽しいところだと思いますので、皆さんもぜひぜひコメントどうしようかなと思っている方いらっしゃいましたら、コメントをしてチャンミオ TV を楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まあ、そんなことなんですね。コメント待っております。で、本日のラインナップご紹介しましょう。本日もこの後はいつものコーナー、牛ニューをご紹介します。牛串だったり茨城県のニュースのご紹介ですね。そしてその後は月曜日ですからね、ミュージックと、あと週末にですね、私ちゃんみおが行ったとあるイベントについてはですね、ちょっとだけ今日この格好してるのですね、ご紹介したいと思います。ではでは早速ね、始めていきたいと思います。一つ目のコーナー、ウシニューでございます。ちょっと大切なものを忘れておりました。はい、ではではね、最初のコーナー、ウシニューに参りましょう。ちょっとガサガサしますね。はいはい、はい、それでは早速参りましょう。一つ目のコーナー、牛ニューです。5月のね、20日の牛串だったり茨城県のニュースご紹介していきたいと思います。まずは一つ目です。一つ目のニュースは牛串のホームページからのご紹介です。歴史講座が始まりましたというですね、すごいウキウキする、そんな内容でございますよ。生涯学習家のブログ、平成25年度前期の牛久歴史講座が始まりましたという記事でございます。内容を見ていきましょう。平成25年前期第1回目の牛久歴史講座のテーマは、鮮度期旧石器時代の牛久。非常に楽しみじゃないですか。講師は水戸市の教育委員会の文化科の川口武彦先生が先生だったそうです。講座の後に講師の先生に実際に牛久市内で出土した旧石器時代の石器を解説していただいたということです。次回は6月の1日に、日立の古墳というテーマで開催されるようです。当日ね、配布された資料を希望の方は、ダウンロードすればね、もらえるようになってますから、ぜひぜひ気になる方一度ね、ダウンロードして資料チェックしてみてください。今日もチャンミュー TV 調査班からのコメントございますのでね、そちらも見ていきたいと思います。旧石器時代の牛久、まあね、想像力が刺激される話ですよね。はい、話題ですよね。チャンミュー TV でも牛久の魅力再発見というのを進めておりますので、ぜひ皆さんも牛久の魅力ね、牛久の歴史なんていうのも改めて学んでみてはいかがでしょうかっていうね、そんなコメントございましたけれども、私もだいぶ牛久の歴史は気になります。今もエスカードプラザのところでですね、写真がいくつか紹介されてるんですけれども、旧石器時代まで飛ばなくてもつい30年ぐらい前の牛久も全然今の牛久と違うんですよ。
で、もっと前の牛久についても全然違うんですけれども、牛久のね、あの空から写す写真、なんとか写真、航空写真を見てみると、今の牛久がどれだけすごいことになっているかっていうのがわかるのでね、ぜひ一度皆さんも牛久の昔の写真見てみてはいかがでしょうかね。おすすめでございます。あの佐藤神谷の写真もそうですね。あそこら一帯がこう、もう何もないというか、電車みたいなのを走ってる、なんていうんですか、あれはもうだいぶ昔ですけど、でもそういう昔の写真も見ると全然違うなっていう、ああ、もう人間ってすごく発達じゃないや、進化を遂げてこんなに開拓していくんだなっていうのがね、わかるので、ぜひ一度見てみてくださいというね、そんな一つ目の牛乳でした。ちなみにですね、その講座の様子も写真があるのでちょっとだけ紹介しましょう。じゃん、うん、こちら牛久市のね、歴史講座の写真でございます。結構いっぱい人が来てるんじゃないですか。そして気になる先生、川口先生、はい、川口先生の周りに皆さん集まってね、授業を受けていたということです。次回は6月の1日ということなので、皆さんもぜひ行ってみましょう。はい、では続いて2つ目の牛乳に参りましょう。2つ目の牛乳は何かというと、じゃ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 ん、はい、茨城新聞さん、5月の18日の茨城新聞さんからの記事のご紹介でございます。朝礼コンテストということで、土浦市のニュースでございますね。ではでは早速内容を見ていきましょう。5月の18日の、茨城新聞さんからの記事のご紹介です。朝礼コンテスト、茨城県の倫理法人会、こちらは佐藤秀夫会長さんが、土浦市の市民会館で朝礼で会社を元気にというね、スローガンのもと朝礼コンテストを、開催したということです。4月の予選会を勝ち抜いた8社による決勝大会が開催されたということで、佐藤会長はお金をかけずに人間力を高めることができるのが朝礼、ぜひこの活力朝礼を地域の企業に推進してほしいと述べたということです。ちなみに優勝したのは染谷工務店さん、常総市にある企業さんですね。そして準優勝が高和技師研究所さん、はい、つくば市の企業さんでございますね。チャミ TV にも何度も出演してくださる元気なね、はい、皆さんでございますけれどもね、はい、ではそして3位がセレモニー千代田さん、小賀市のね、はい、チームだったということです。ではコメント見ていきましょうね。続いてのコメントは、以前ご出演いただいた小和木市の皆さん、惜しくも優勝は逃しましたが準優勝ということでおめでとうございますということなんですけどもね、おめでとうございます、はい、私ちゃんみおんもですね、あのこちらの、朝礼甲子園は見に行きました。で実際にね、いろんな企業さん見てきたんですけれども、もう朝礼っていうのが全然違うんですよ。会社の朝礼って、それはラジオ体操じゃないですか。朝礼でやるの？え、これやったよ。ラジオ体操朝礼でやるんですか？うん、もう私が働いていた会社ではもう、お、マスマス、お帰りなさい。ありがとうございます。お疲れちゃんみよと。いや、全然もう今日も元気いっぱいですよ。はい、皆さんもお疲れちゃんみよでございます。はい、で、まあ朝礼コンテストを見た時に思ったのは、もう本当に朝礼に魂がこもってるんですよね。だからもう、おはようございますとか、いらっしゃいませとか、一つとっても全然違うんですよ。おはようございますとか、あれは相当練習してないとできないことだと思うんですけど、まあそうやって朝礼一つにもそれだけの力を入れてできるっていうことは、やっぱり仕事をね、一つとっても真剣にできるんではないかなというふうに感じるので、やっぱりね、そういったところから会社っていうのは元気になっていくんではないでしょうかね。はい、ということで以上がね、2つ目の牛乳でございました。続きまして3つ目の牛乳に参りましょう。あ、その前に朝礼、あ、写真なかった。朝礼コンテストの写真はまた次回紹介したいと思います。3つ目、江戸崎かぼちゃ初出荷ということで、5月の20日の常陽新聞さんからの記事ご紹介してまいりましょう。5月のね、続いて、いいですかね。20日の常陽新聞さんからの記事です。稲敷市のニュースなんですけどもね、早速内容を見ていきましょう。稲敷市特産のブランドかぼちゃ、江戸崎かぼちゃの出荷が19日始まったということです。
稲敷市羽賀の、集荷所で、JA の稲敷江戸崎のかぼちゃ部会の生産者の方が出荷用の箱に入った完熟かぼちゃを持ち寄ったということです。こちらのですね、江戸崎かぼちゃのね、生産者の方たちによりますと、今年はトンネル栽培ものが、お掃除もの被害を受けた影響で、ハウス栽培と合わせた全体の収穫量、例年の7割ほどになりそうだということです。味や品質は例年通りの出来に仕上げたと、はい、日照時間は多いため昨年よりも4日早い出荷となったということなんですけれども、中村俊夫部会長が、前年と変わらず美味しいかぼちゃを召し上がってほしいとお話ししていたということです。出荷、初出荷分は44箱、まあ、1キロが10キロということなので440キロですね。出荷用の箱には今年新たに江戸崎かぼちゃの PR キャラクターが登場したということです。名前はね、JA の稲敷さんで、JA 稲敷江戸崎さんで募集をしているということ。出荷作業8月上旬まで続いて、約4万箱の出荷量が見込まれるということですよ。江戸崎かぼちゃの生産者の方、何人いると思いますか？なんと32人。作付け面積が約30ヘクタールで、かぼちゃ本来の味や香りを引き出すために、完熟を待って収穫するのが特徴と。ホクホク感や甘さにね、人気があるということです。ちなみに生産者の方から、娘を嫁がせるような気持ちで出荷を迎えてますというね、そんなコメントが紹介されておりました。はい、ではでは、チャンミュー TV 調査班からのコメントも見ていきたいですね。江戸崎かぼちゃといえば、超有名ブランドでございます。その特徴は、そう、めちゃめちゃ美味しいですからね。畑で完熟するのを待って収穫するということ。食卓に、上がる直前までたっぷりと太陽光を浴びているということで、甘さも栄養価も抜群なんだとか。収穫後に、貯蔵庫で追熱させて、さらにまた一味も二味も違うようなものになるということです。ちなみに生産者の皆様は、江戸崎かぼちゃは大切な子供と同じように放っておいては育たないというのが口癖で、みんなかぼちゃのことが心配で、夜もおちおち寝られないというね。はい、まあ、記事にもありましたが、出荷シーズンともなれば大切な娘を嫁がせるような気持ちで送り出すとのことでございます。本当に美味しい江戸崎かぼちゃ、皆さんも、食べたことありますよね。はい、ということで、ちゃんみよはどうですかということなので、ちゃんみよのおすすめレシピご紹介くださいということなんですけれども、それがいいんじゃないですかね。ですね、私ちゃんみょうはあんまり料理はしないのですが、かぼちゃはそのまま電子レンジでチンって食べるとダメですかね。でももしくはお化けとか、お化け、あ、じゃあコランタンですね。はい、もうありますけれども、江戸崎かぼちゃは本当に美味しいかぼちゃだと思います。自信を持って勧められる本当に茨城県のね、あのブランド品ですよね。まあ、いや、かぼちゃは何にでも美味しいので、煮物もそうだし、サラダにも入れるし、あとなんだ、カレーにも入れる、シチューにも入れる、あとなんだろう、スープにもなるし、あとあれですよ、パンとかにも使えるし、お菓子にもなるし、まあ何でも使えますよね。まあ本当に江戸崎かぼちゃは美味しいので、皆さんもぜひぜひね、ちょっと高いですけれども、買った方がいいですね。あと農家さんと知り合いだったらもらうと得です、はい、ということで、もうコメントに困ると、でも美味しい、本当に美味しいので、皆さんもぜひぜひ一度食べてみてくださいというのがね、3つ目の牛乳でございました。続きまして4つ目の牛乳に参りましょう。4つ目の牛乳は何かというと、これなんか画面が切り替わったかな。4つ目の牛乳は、あ、わかった、私がかぼちゃの画面にしてなかったんだはい、江戸崎かぼちゃ、こちらが江戸崎かぼちゃでございます。見たことありますかね。まあ、見た目はあれですかね、あんまりわからないかもしれないけれども、江戸崎かぼちゃは本当に美味しいので、皆さんもぜひぜひね、はい、一度買って食べてくださいね。はい、ではでは4つ目の牛に参りましょう。はい、4つ目の牛乳は、5月の20日常陽新聞さんからの記事のご紹介でございます。江戸崎かぼちゃじゃないや、つくば FC 選定ということで、なんだろうと気になるニュースでございますが、ちょっと内容を見ていきましょうね。5月の20日常陽新聞さんからの記事、
地域とトップスポーツの好循環プロジェクト、つくば FC を選定ということで、文部科学省が何かを選定したと。詳しく見ていきましょう。文部科学省は16日に2013年度地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクト選定団体を発表したということです。茨城県ではつくば市の NPO 法人つくばフットボールクラブ、略してつくば FC が選定されたということです。こちらのね、地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクトというのは、スポーツを人々の身近なものにするため、トップアスリートの優秀な技術や体験を有効活用して、小学校では体育授業にお手本を見せることが必要との観点から行うものだそうです。つくば FC はジュニアアスリート支援や地域住民のスポーツ参加を通じた健康増進の企画や実践、小学校の体育活動の支援を行っていくというですね、そんな注目するべき、はい、ニュースでございました。じゃあちょっとコメントも見ていきましょう。まず、現在つくば FC さんも参加している、茨城県知事杯サッカー総合選手権大会が行われております。先日も開催されてましたよね。茨城県知事杯は、天皇杯茨城県代表へとつながる大会となっております。すごい大会ですよね。そして10月に行われます全国社会人サッカー選手権大会という全国大会の予選も兼ねている、そんな大切な試合なんですね。つくば FC は優勝を目指して奮闘しておりますが、先日5月19日日曜日の準決勝が行われました。茨城県一部リーグ所属の JAEAFC が相手でしたが、その結果はなんと4対1の大勝利でございました。イエーイ、おめでとうございます。写真がありますので、そちらの写真もご紹介。じゃじゃん、見えますかね。すごいですよ、つくば FC、ね、一部リーグ所属のチームに勝ってるからね。はい、おめでとうございます。で、次週次戦は5月の26日の日曜日に鹿島サッカースタジアムで、昨年の優勝チームですね、茨城県の茨城教員青い FC とも決勝戦に挑みますということで、皆さんもぜひ応援をよろしくお願いいたしますというですね、記事ご紹介しました。つくば FC さんといえば、じゃじゃーん、はい、こちらにフラッグ飾ってありますけれども、チャンミオ TV の水曜日のレギュラーにね、つくば FC の広報を担当しておりますトミーが出ておりますけれどもね、本当に地域といろんな活動をしている、そんなサッカー団体ですよね。芝生を植えたりとか、あとこの間はドロンコでこうサッカーをするみたいな話してましたよね。はい、まあ、それは6月の2日に開催されるということなので、皆さんもぜひですね、行ってみてください。ではでは、続いて5つ目、牛スポでございます。牛スポ大相撲5月場所の情報についてでございます。昨日の中日を終え、稀勢の里はなんと全勝で勝ち越しを決めております。すごいです。3度目のねストレート休憩、おめでとうございます。そして8勝の横綱白鵬、稀勢の里、鶴竜を春馬富士らが5人が2敗で追うという展開になりましたけれども、本日の稀勢の里がどうなったか、皆さんもう見てるかな、本日のね気になる取り組みについて、なんとか優勝に持ち越してじゃないや、言ってほしいですが、本日は、決まり手押し出しで豊ノ島に勝利しました。9連勝でございます。おめでとうございます。やりおりますな、稀勢の里。やっぱこのままね勝ってほしいですよね。ぜひ勝った暁にはチャンミオ TV に出てね優勝報告をこちらでしていただきたいと思っておりますけれどもね。はい、まあ、皆さんもぜひですね応援してくださいね。よろしくお願いいたします。それでは続きまして、気になる明日のお天気、牛天でございます。気になる明日のお天気、5月の21日火曜日の牛久のお天気は、今日はですね雨ちょっと降ってますけれども、やっぱりね夜中のね明け方まではじゃん弱い雨でございます。その後は一日中はい晴れの予報となっております。最低気温が17度、最高気温が26度まで上がりますよというのがね、はい、明日のお天気でございました。ということで、以上、牛ニューをお送りしました。
よいしょー、はいはいはい、はい、というわけでね、もう今日も元気いっぱいお送りしているチャンミュー TV でございますけれども、コメントは旬のね、台所のね、はい、レンコン屋さんのコメントのみとなっておりますか。みんなコメントしてくださいね、お待ちしております。ではでは、まあ、一旦ね、CM を流したいと思います。このチャンミュー TV の CM もそろそろリニューアルするので、見納めだと思って見てってください。6月の3日からは、チャンミュー TV の CM も新しくしたいと思っておる。って言って大丈夫かな。VTR、スタート。ありませんよ。チャンミュー TV の初代の CM はね、もうちょっとで見納めになってしまいますのでね、皆さん、去年のカッパ祭りで私が皆さんのハートにね、皆さんのほっぺにハートのシールをつけて回った時のね、映像はもうそろそろ衣替え、模様替えになりますのでね、お楽しみに。はい、ではでは、そんなね、チャンミュー TV で広告を流したい方は、メールアドレス、チャンミューアットマーク、チャンミュー .tv、チャンミョの綴りは CHANMIYO、アットマーク CHANMIYO.TV までですね。ぜひぜひメッセージよろしくお願いいたします。では、続いてのコーナーというか、まあ、ちょっとしたお知らせなんですけれども、ちょっと牛久トレンドでも茨城トレンドでもないんですけども、まあ、それをまた別途紹介したいと思うんですが、先週ですね、私、チャンミョが行ったとあるイベントについてをですね、ちょっとこの格好をしてたので、サクッとご紹介したいなと思うんですけど、いいですかね。実はですね、先週、じゃじゃん。はい、こんなイベントがございましたよ。リレーフォーライフジャパン2013-2013 茨城という、そんなイベントでございます。これは何かというとですね、まあ、がん患者さんの支援のチャリティーウォークイベントということで、まあ、がん患者の方は、まあ、日々ね、こう、病気と戦っているわけですよ。まあ、その人たちをね、応援するということで、まあ、みんなでですね、夜通し、18日から19日まで、みんなでキャンプをして、こう、夜中の間もずっとね、こう、歩って、こう、回って、なんて言うんですか？歩って回って、なんて言うんだろう。まあ、みんなをね、元気づけるという、そんなイベントをしてるんですけれども、そうね、この、リレーフォーライフジャパンっていうのは、まあ、今、2006年から日本で行われてるんですけれども、一番最初にできたのが、この茨城県だったというですね、それが伝えたかったんです。っていうことでね、はあ、茨城県ではこういう取り組みをしております。でね、こうやって、旗をね、旗というか、このね、横断幕みたいなのを持ってみんなで歩くわけですよ。わかるかな？で、実際に癌で治療、実際にこう病気と戦ってる方も歩いたりとかしながらですね、こう、過ごすリレーフォーライフでございます。読ませていただきます。リレーフォーライフは1985年にアメリカ人外科医が癌患者を励まし、アメリカ対癌協会に寄付する目的で
アメリカ海岸協会に寄付する目的で24時間フィールドを走り、ガンは24時間眠らない、ガン患者は24時間ガンをと戦っているというメッセージを伝え、募金を呼びかけたことに、始まる。現在は全米約5500カ所、世界で21カ国で開催されているということで、日本では2006年に私たちの暮らす茨城県のね、お隣つくば市さんで、初のリレーフォーライフが開催されて、まあ、この大会というのは日本対がん協会がトライアルの形で開催したもので、翌年から地域自身のボランティアが中心となって開催する現在の形になって全国各地に広まっている、そんなねイベントごとでございました。まあでもこのイベントもね、またどん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 広がっていってるということなので、来年も皆さんぜひぜひね、ご参加してみてはいかがでしょうか、というちょっとしたお知らせをさせていただきました。以上、まあ写真とかがあってね、映像じゃないや、写真で紹介するのはまた茨城トレンドで正式にご紹介したいと思うんですが、まあ今日はね、こんな形で、リレーフォーライフジャパン、2013茨城と、これもね、リレーフォーライフジャパンで、こちら、こんなのつけてみんなでやってました。ので、皆さんもね、来年は大注目でございます。というのが、まあ、ちょっとしたチャンミオからの週末の一言でした。いやー、続いてはですね、月曜日ということなので、コーナーこちらになるはず。じゃん！ミュージックのコーナーなんですけれども、今日もどなたかがチャンミオハウスに来るはずなんですけどもね、まあ、ピンポーン、はーい、最小制約ピンポンだけに宅急便じゃなくて宅配便でございます、はい、あら、宅配便が届いたそうですよ。宅配便届いてます。はいはい、なんでハンコを持ってるんだとね、なんで持ってるんだ、はい、ありがとうございます、ご苦労様です、はい、ありがとうございます。ということで、何やら届きましたね、じゃ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 ん、はい、壊れ物だそうです。何でしょう、チャミオに、しかもカッパ瓶取り扱い注意、知らないおじさんから、はい、チャミオ様、ルスガさん、はい、ということで開けてみましょう、じゃんじゃかじゃん、ポン、はい、チャミュー TV1 周年ライブの後編が届きました。 お知らないおじさん、毎回毎回すごいですね、ありがとうございます。じゃあ早速ですね、チャミュー TV の1周年ライブの模様をまたご紹介したいと思います。1つ目はこちらから、どうぞ。ライブスペースルツさんで開催されておりました。なのでね、来れなかった皆さんのためにこう総集編という形でですね、ちょっとだけお送りしたいと思います。まあね、またね、こう企画して
あるんではないかなと思うんですけれどもね、その時のために予習という形でね、皆さんもチャンミオライブをこうやって行われるんだっていうのを見ていただきたいと思います。では早速参りたいのですが、何番から行けばいいのか分かんなくなっちゃった。02番。はい、最初はこちら、2人組。バン。ドン。風が少しずつ冷たくなってきたね。季節が変わり始め、冬の匂いが寒さとともに街を包んでいく。昼間の空は青く澄んで、流れる雲に安らぎを感じた。目をつぶると心の中にある冬星が大きな光であなたを照らす。泣きたくなるほどの夜、流れる冬星に希望を託し、真冬の暗い空の下、あなたの心が晴れますように。どれくらいの時が足早に過ぎ去り、落ちゆく季節の中で君は大人になる。川の流れのように時に優しく時に激しい、心の移り変わりは大きく君を変えた。ああ風に吹かれて踊り崩すべてを受け止めた。ああ あなたの心は新しく生まれ変わる。心の春は今新しい風があなたの背中をする。一度ずつの新しい世界が今君の胸の影を照らす。からまた冬の風が横面を吹き抜けてゆく。それでもおめおめと生き抜く俺を恥らう。嵐のまんまだ寒くて凍りつくような夜を数え、だけど俺はこの街を愛し、そしてこの街を憎んだ。知りたいくらいに憧れた東京のバカ野郎が、知らん顔して黙ったまま突っ立ってる。街中が祭りの色に染まり、みこしの掛け声が楽しく響く。星の降る夜、夏の夜風に吹かれてあなたと過ごした。今年の夏祭り、空高く舞い上がれ。
花火に変えて星の降る夜夏の夜風に吹かれてあなたと過ごした今年の夏祭り ありがとうございました。ありがとうございます。はい、これからの長続きを二人ね応援していきたいと思います。またここでお会いしたらよろしくお願いします。はい、ということで二人組さんねご紹介しました。ありがとうございました。いじられキャラの二人組さんですね。はい、私もそのうちいじるようになるのかなと思いながら。どんどんいじる。はい、ということです。次回からはいじらせていただきます。よろしくお願いします。ではでは、続いての、続いてはこちらの映像でございますね。可愛い子が登場するので皆さんぜひ見てくださいね。どうぞ。火曜のレギュラーといったらこの子。バン。うちの実家が岩瀬っていうところなんですよ。岩瀬って言ったら分かる。分かりますか？分かるよ。だと車で3分で栃木県なので、あの真岡とかが近いんですよ。なのでもうどっちかっていうとその茨城弁というよりも U 字工事の栃木弁がすごい強いので東京、私普段東京に住んでるんですけども東京で普通に喋ってるとあ、U 字工事の栃木みたいなこと言われちゃうんでもう茨城なのにと思いつつ、いや桜はあんま知らないんだ知らないですか。でもいや、でも、死になったのは、そうです、そうです。岩瀬と、マカベが合併して、マカベってあの、お墓の石が取るとこでしょ？お墓って言わないでください。墓石。でも、あ、でもあの、そうですね、石が有名なんですよ。有名ですよね。石の町っていう。あと、あの、おひな様。あ、そうです、そうです。マカベはひな祭りが有名で。え、でも岩瀬は磯部の桜って知りません？うわー、どうしよう。あ頑張り時ですね。岩瀬で知ってるのは病院ぐらいかな。あーそういう微妙なとこですね。あの岩瀬 その磯部っていうとこがあるんですね。磯部公園っていうのがあるんですけど、そこに山桜が咲いていて、で桜っていうとあのソメイヨシノが日本の8割を占めてるんですけど、みんな多分桜を思い浮かべるのがソメイヨシノだと思うんですけど、実際あのそれってクローン桜って言われてるんですよ。なんかなんていうんですかね、なんかとなんかを掛け合わせてソメイヨシノなんですね。なんですけど、すみません、適当ですみません。なんですけど、実際自生種、自分の力で咲いてる桜っていうのが山桜になって、でその山桜っていうのが咲いてるところがあんまり日本でも珍しいんですけれども、その桜が磯部の桜になっていて、国の指定の天然記念物として認定されてるんですね。そしてそれがやっぱり、私もやっぱり小さい時からずっといるんです、住んでたんですけど知らなかったんですよね。そういう国の指定の文化財があるっていうのを知らなくて、で大人になって国の天然記念物ってすごいなと思っていろいろ調べたりとかしたんですけど、それでやっぱみんなに知ってほしいなっていうこと で今年からですね、あの桜川の山桜大使っていうのをやらさせていただいていて、やっぱりそれだけすごい歴史のあるものが地元にあるっていうことで、そういうのをちょっと今日のようにね、みんな知らないって言われちゃったら寂しいんで、もっと広めていく活動をしていきたいなっていうことも含めて、チャミオ TV にも毎週参加させていただいて大好きな地元を発信していきたいなと思っているので、皆さんもご協力いただけたらと思います。というよりも長くないですか、チャミオさん。チャミオさん早くネタがないよ。来た。いいかな。イエイ、ゆかち頑張った、必死。ありがとうございました、お邪魔しました。必死。いや、このミカチュウもですね、あ、ごめんなさい、火曜日のレギュラーになってくれたわけなんですけれども、今はい、ということでミカチュウお疲れ様でした。偉い、本当に頑張りました。もうね、突然呼び出されて、突然8分間も喋らされたと。まあでもね、いい経験じゃないですか、ね、そういうことも勉強ですからね、頑張りましょう。というのがまとめ。じゃあ次、なんだそれ、次は、お、
ミカチュウの後といえば、私、チャミオの出番でしたね。じゃあ、気になる VTR、どうぞ。ガマガールのガマ工場。さあさあ、お立ち会い。ご用とお急ぎのない方は、ゆっくりと聞いておいで。遠目山越え傘のうち、聞かざる時はものの理念。善悪、愛のが富むとはかない。山寺の鐘が、ゴーン、ゴーンとなるといえど、同時一に来たり、鐘に種目を当てざる。鐘が鳴るのか種目が鳴るのか、とんとその音色がわからぬが、お待ち合い、手前ここに取り出したるが、そのガマの雨。ガマガマと一口に言うても、ここにもいる、そこにもいるよというガマとはガマが違う。白く1周年ですかね、大きめなガマでしますけどね。白く五六はどこで見分けるかというと、足の指の数、前足の指が四本、後ろ足の指が六本、これを名付けて白くのガマ。このガマの住むところ、これより日立の国は筑波山にある御馬高という梅雨草を食らいます。しからこのガマからこのガマの油を取るにはどうするか。紙面鏡張りの箱の中にガマを置く。追い込まれたガマ先生、四方の鏡に映す己の醜い姿を見てびっくり。魚体を破らせよ、たらりたらりと流す。それを金網の人から透き取りまして、三七は二十と一日の間、とろりとろりと煮たきしめ、赤い新車に癒し合う、テレメンテーナ満定化という薬を合わせ、練って作ったのが、このガマのあれが、政宗が伝えられた実に甘くして、ここに一枚の紙があるから、切ってごらん。眩しいから、種を仕掛けば。間違って三番目しちゃってますね。三番目か。フェアレのお二人も切っちゃいけないですからね。素敵な歌聞きたいですからね。じゃあ皆さん、今日は音楽の時間ですけれども、算数の勉強もね、一緒にやっていきたいと思います。一枚が何枚になりますか？二枚。二枚その通り。一枚が二枚。1枚が、違いました、2枚が、はい、はい、4枚、その通り、2枚が、4枚、はい、よいしょ、はい、1枚が、次、1枚が、何枚ですか、はい、1枚が、8枚、はい、よいしょ、拍手がね、嬉しいですね。8枚が、皆さん、大事なの大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？土浦一高の子たちいるって聞いてるんですけど、大丈夫ですか？16です。はい、その通り。はい、16枚。よいしょー、切れた。パッと散らすならば、平野墓雪か、嵐山には落下吹雪の舞もござい。1周年記念なんですけども、切って大変なことになってもいいんですかね？いいんですかね、血が出ることになってもいいんですか？誰も止めてくれないですか？放送ができなくなってもいいんですか？ありがとうね。なんですけどね、やっぱりこうね、切らないと糸ちゃんに怒られそうなので、油を塗ると、
1番、赤1番、ピタリと止まるはず。はい、この通り。ガマの効能はお分かりかな。一つ欲しいと思っている方がおりましたら、本来は一回が200文ではあるが、今日ははるばる出張ってのお披露目。チャンミオ TV も1周年ですからね。男は度胸、女は愛嬌、半額の100文だよ。どんどん買ったりー買ったりでも下手っぴになっててちょっと恥ずかしいんですけど、うん、もうちょっと上手だったと思うんですけどね。練習不足がねあれしちゃってますね。まあでもあのもうちょっと練習して上手になった時にまたどこかで披露する機会があったらいいななんて思っておりますのでね、皆さんその時はぜひぜひ生で見に来てくださいね。よろしくお願いします。では最後の映像かな、最後かな、最後はこのお二人です。ピアレー
2年目からこうやって可愛らしい妹ができて、はい、もう桜雑誌ですけれどもやっぱり私は、まあ、牛久市でやってるチャンピオン TV ですけれども牛久だけじゃなくて近くのね近隣の地域のみんなと一緒にこの地域を育ててくれた地元をみんなで盛り上げていきたいと思ってますので、ね、一緒に頑張って盛り上げていきましょうね、はい、ここにいる皆さんも大好きな地元地域を盛り上げてみんなね大きな一つの家族のようにそんな日本一な仲良しなそんな茨城県にしていきましょう。じゃあ最後は一本締めで、はい、もう締めさせていただきましょうかね。じゃあ皆さんご起立ください。よーということで皆さん本当ありがとうございました。いやー暑いですね今日は。なんで暑いのかわかんないですけどもすごい暑いですよもうというね、大盛況のチャンミオ TV1 周年ライブが終わったんですけどもね、また2周年までないと寂しいのでこうやっていろんな方と一緒にこう音楽でね盛り上がれて一つのファミリーみたいになるそんなイベントがまたやりたいと思うので、ひとちゃんよろしくお願いします。知らねえと言われてますけどもね。はい、まあということで、あっという間の1時間でございましたけれどもね、皆さんいかがでしたでしょうかね。はい、まあ今日ね見逃した方はこれ保存版にしてまた見てくださいね。よろしくお願いいたします。こうやってチャンミオ TV が放送できるのは、もう見てくださってる皆さん、そしてねスポンサーとなって支えてくれている。レンコ屋さん、そして、牛久市神谷のレンコ屋さん、そしてね、龍ヶ崎松ヶ丘のシャンシャンタツさん、
そしてね、こうやってスタジオを貸してくださってるルーツの皆さん、そしてちゃんママちゃんパパ、ありがとう牛久でございます。また明日も元気いっぱい放送するので、皆さんまた明日も見てくださいね。バイバーイ。